それでは皆様大変お待たせいたしました。大きな拍手でお迎えください。高杉さん、吉澤さん、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。あれ、ただ北村さんがいらっしゃらないですね。いらっしゃいません。はい、説明の時からいなかったですよね。あの、多分寝坊かな。あれ、いや、これはちょっとどうしたもんかっていう。かなりの時間見てないですね。まだね、はい、主役がいないということですけれども、一回呼んでみますか。そうですね、はい、一度そうしましょうか、ね、来るかもしれない。はい、ということで北村の匠さん、こんにちは。え、私はここです。本当にどこに、気づかないね、みんな。誰も気づいてくれなかったんですけど。意外と、はい、意外と意外とだ。見てましたよ、映画を。ただ本当に気づいてくれなかった。あ、本当。うん、先生どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。よし、すいません、本当に。あ、ありがとうございます。すいません、はい、いやー、なんかね、新鮮でしたよ。お二人が入ってくる姿、まあ、なかなかね、そっち側から見ることないですからね、はい、あとこの舞台挨拶を設営するスタッフさんの動きね。あ、はいはいはい、はい、竹道です。はい、ということで、はい、北村さんにはまさかの客席から登場していただきました。改めてお三方、今日はよろしくお願いいたします。そして改めて北村さん、普段はなかなかできない、はい、お客様と同じ空間過ごされて、改めてどうでしたか。いや、そうですね、もうちょっとね、ざわついてくれたらね、よかったんですけどね。なんか黒ですから、服も、まあ、気づかれなかったね。気づかないぐらいこっちに集中してたってことだよね。でも本当にそうだったよ。すごく集中して見てくださってましたし。ちなみに北村さん、頭から映画はご覧になってたんですか。いえ、なんか頭から痛かったんですけど、ちょっとさすがに朝早いかなっていうので、ちょっと途中から、はい、途中からしれっと、はい、ちょっと、まあ、いろいろあった、仕事もあったんでね。ね、はい。あと3人でやったじゃない。3人でやってたんですよ、うん、3人で仕事もちょっとごめんなさいやってて間に合わなかったんで見てました途中からね。途中から見てましたけど、はい、まあ、皆さんお忙しいですからね。